こんばんは。本日は仕事終わりのスパ来ました。じゃあとりあえずじゃあ着替えてまた合流で。またね。それではそれでは。マジで？あ、本当？いいね。床があったかい。着替えてきたので早速岩盤浴行きましょう。ユダまだ？まだ来てないんですよね。あ、左足成長中だって。今ね56度のところ入ってきました。めちゃくちゃ暑かった。めちゃめちゃちょっとだ。めっちゃちょっと。暑くなかった？そんなんでも。暑くない？うん、大丈夫。マジで？超暑かったんだけど。本当？ハンモック、キャンプに来た気分だね。うん、食べれる？うん、マジで？カツ丼食べる。見ちゃうよね。ご飯食べに行きます。はい、うん、美味しい。よいしょよいしょ。それではそれでは、お疲れ様。お疲れ様です。うん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 、美味しい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 。石焼きビビンバ、うん、だよね。暑いから気をつけて。うん、お手が熱いって。あ、おこげになってるね。ほら。うまそうだな。うわ。お肉も入ってるよ。めっちゃ寒い。気をつけて、暑いと思うよ。うん、それだってコチュジャン全く入れてないから味しないと思うよ。うん、味しない。おいしい。どう、コチュジャン入れて。おいしいです。どう、おいしい。よかった。うん、ということで、すごいよ。パパのなんだっけ、なんとかカツ丼タルタルです。そう、チキンカツ丼タルタル。すごいよこれ。ソースをちょっとつけて食べてみて。すっげえな、タルタルをつけて。うわ、すっげえなこれ。タルタルつけて、タルタルつけて、見てくださいこの絵。うわ、うわ、めっちゃ美味しいじゃん。ね、美味しい。うん、うん、美味しい。美味しい。あ、よかったよかった。うまい。いいね。ソースもあるよ。そしてそして、うん、つけてる。ジュカリもなんか和風のチキンカツ丼みたいなやつにしました。お味噌汁もついてます。だってデカ盛りチキンカツ丼だっけ。あの時期チキンカツカレーだっけ。美味しそうだね。うん、いただきます。ちょっとね、とんかつ。すごいな、二人と。チキン2枚くらいじゃない。いただきます。
どう？美味しいよね。あ、美味しい。でかい盛りだけじゃなくて美味しいよ、ここ。うん、これすごいうまい。すごくない？これ。だってこれでいくらだ？800円だか？うん。200円だか？うん。ご飯の量がない。それソースつけて食べるんだ。ソースつけてタルタルつけてだから最高だよ。もう分かってらっしゃる。うん、ほんとさすがだよね、うん、もうがっつり食べたいときはいいって感じだよね、うん、チョイカレー頼んだら結構な量、うん、もう味変だね、うん、ここで味変、ここで味変、カレーうわ、カレーうまいじゃん、あれカレーがうまいよ、うん、でしょ、カレーうまいでしょ、うん、うまい、うん、お、いい体験でね、うん、もうそろ完食、まもなく完食、超ギリギリ、うん、これ腰入って休憩したらちょっと風呂入ってみる、なんかあの、なんか炭酸風呂とか露天風呂とか、ね、そう、露天風呂とかあるとか、あそこ入ってみる、うん、あ、OK です、 OK です、いいですね、今食ったばっかりで寝たらやばいよ、やばいよ、食ってすぐ寝るとカバになるとかカバーだよ、初めて聞いたんだけどカバーかそっか、なんかあれだね、もうちょっとお腹落ち着いたら上の露天風呂入ればいいね、うん、そうだね、あるじゃん、うん、あ、よこり、うん、何通りなの、天ぷら入ってきました。気持ちよかったです。はい、今ちょうど出てきたの。今出てきたの、うん、本当にちょうどパパも今出てきたのは分かってるね。気持ちいいよ。いいね。ママなんかすごいこと出しちゃってる。ママすごいこと。さっぱりしました、さっぱりしました、帰ってぐっすり眠りたいと思います、それではバイバイ、バイバイ、おやすみなさい。